はい、別館ですけどもね、はい、今日ちょっとね文学の話って言うとあれだけどね、大げさなんだけど、私のね前は昔ちょっとお話しましたけど、私の早稲田大学の文学部の第一文学部のドイツ文学科というところへ行ったんですけど、その前の1年生2年生は教養課程ってドイツ語のね勉強するクラスがあって、そこに同じあのクラスで村上春樹、それから直木賞を取った芦原素直っていうね、これ本名蔦原っていうんだけどね、こいつはよく一緒にやってたんだけど、たまたま本屋行ったらね、なんだ雨鳥とか雨鶏っていうのかな、というその学生時代のものを書いたのを言って見つけたんでパラパラって読んだのよ。まああんまりちょっとそいつには失礼だけど、大した話じゃないんだけどね、っていうのを見た時ね、あの村上春樹が今はっきり言うともう文学的にちょっとなんつうのストップしちゃってるんですよ、もう生きようがなくなってる、書きようがない、まあ、もちろん予想はしてたんだけど、それなぜかって考えた時、ちょっとね皆さんね、平成になってから昭和が終わって平成になってから、まともなね大小説家というかね、その日本の現状とかいろんなもののね、あの描ける作家がほとんどいなくなっちゃってる、感じませんかそれ。すごい思います、私あの芥川賞とか純文学も好きなので、芥川賞とか昔読んでいて、で最近ちょっと読んでなかったので、ちょっと読もうと思って、最近の作品を読んだんですよ、ちょっとあのあえて伏せますけども、タイトルは、4、5年前かな、そのくらいの時に芥川賞を取った作品で読んでみたんですけど、なんか、と思って、いまいちだったんですよね。いやもうこれがっていう、これがっていう感じで驚いたんですよ、すごく衝撃で。そういつもこう本を読んだ後のなんていうか、ああもっと続いててほしいみたいな感覚とか、違う世界に連れてってくれるみたいな、ずっと集中できるみたいな、そういう時間ではなくて、えこれがこれがみたいな、でどうなるどうなるどうなるって、なんかこう驚きました。あのいやそうなんですよ、そこはねやっぱり私もすごく、まあ一応文学に携わってきたからね分かるんだけども、その問題って本当深刻な問題でね、平成になってなぜこうなったかっていうね、平成ってはっきり分けられないけど、少なくとも昭和まで続いた戦後の文学とかこういうのは終わってね、新しい文学、とりわけ、30年っていうとあれだけど、村上春樹とかそういうのがね意外とやった、で村上春樹は私前にも言いましたけど、海辺の書く、ほとんど全部読んでるんですよ私ね、あの当人が同級生だったし、クラスの中でね三島小説家になるんじゃないかって言われてたようなとこがあって、みんなで同人誌みたいなね、ちょっとガリバン釣りって言っても分かんないだろうけど、そういうの作ったりなんかしてたからね、あのなんだけども、その村上がそういう群像新人賞かな、風の歌を聴けっていうね、こういうあれで見て割と気に入ったんだけど、その本はね、でああこれこいつこういうの始めて、次にいろんなあの羊の冒険とかね、いろんなこうあのの始めたんで、ずっと読み続けて、やっぱ注目してね、あのその時は私もシナリオライターとか、あの胸に痛みがあってね純文学にね行かなかったっていうね、シナリオライターで相当売れてたから、金が入ってるから調子に乗ってたとかねでそういうとこもあったんだけども、村上春樹が皆さんご存知のように、あの無国籍、日本というのないんですよ、全く無国籍無国境ね、それから歴史伝統なし、つまり今を一生懸命誠実に生きた無色透明、今を生きてる、つまり過去もあれも実際ない歴史や伝統や国境や文化というものない、つまりコスモポリタン的な人間が生きられるかどうか、つまり戦後民主主義の私はね、あのこれは日本の生き方だと思ったわけで、おそらく村上のその小説作法っていうのは、このこういう戦後日本の教育を受けた人間が、ちゃんと生きて生き抜いていけるかというね、ことを実験やってると、それ冒険をしてるんじゃないか、
でいうことであちこちさまようわけですよ。異次元の世界を行ったり、ね、いろんなとこ行って、海辺の閣下っていうのもそういうとこなんだけど、とかいろんなことをやって東京をさまよったり、夜をね、町をさまよ、いろんなところでさまようんだけども、結局海辺の閣下で岸辺まで来た時、結局何もないというね、それでも僕はさまよい続けるっていう書き方して終わるんだけど、これでまあ、作家としての村上のね、あれ終焉したんだなと私は思ったわけですね。これは結構あの大事な文芸評論としての指摘ですよ。これその今言ったそういうものっていうのはある種のグローバリズムの終焉っていうかね、つまり国境もなく何もなく歴史も伝統もない、そういう中で人は生きていけるのか、やっぱり生きていけない。そうなると常に永遠にあのねさまよい続ける。当人もそうやってるんだけど、ありとあらゆる場所をいろいろ行ってみたけどもね、結局ダメだったってことです。つまり山のあなたの空遠く幸い住むと人の言う、ああ俺人と止めに来て涙差しむに帰りきぬってね、山のあなたの彼方のさらに遠くね、遠く幸い住むと人の言う、カール・ブッセの詩ですけど、つまり山の向こうにはきっと何かいい世界がある、ね、きっと幸せとかそういうものがある。これ青い鳥のメーテルリンクとかみんなね、西洋人がみんな考えたんですよ、ジパングがあるというね。でだから空間の拡大をヨーロッパの近代というのはずっと広げてね、あのきっと何かここではないどこかにはいいものがあるっていうね、でも結局はないんだっていうね、いうふうにみんな気がつくんだけど、ヨーロッパの近代主義の限界っていうのはきっと宇宙にも、ね、地球にあのアフリカにも南米にもアジアにも植民地をどんどん作るとかね、こういう流れというのはそういうベースにあって、空間の拡大や空間の充実、今を生きている人たちね。だから私はやっぱり村上が自分でいろんなあの体験して小説書いて分かったのは、結局空間の充実と拡大だけでは人は生きていけないと。なぜなら人は死ぬし、それからその無常のね風というものは常に吹いていると。でこういうものの伝統、日本の伝統やそういうものは踏まえないと、伝統から新しい創造は生まれない、伝統の中しか創造は生まれない。我々がそのもっと言うと戦後のねGHQ のせいだっていうけど、そういう形で我々の国の歴史や伝統を断絶してしまった。でそれを容認してしまった。だから昭和のまあギリギリ昭和天皇がいるおられるね時代まではなんとかそういう匂いを持ってきたけども、もうその昭和大帝がお隠れになったらもうなくなってしまったっていうね、日本そのものがね、我々がそれで断絶してきたと。それで村上は一生懸命そんな伝統やね皇室の伝統も含めて伝統や文化がなくても人は生きられるか試してみたけど、結局生きられないっていうのが分かった。で永遠に人は孤独でさまよ、ゾンビのように地球上をさまよわなきゃいけない。で何のために生きてるか分からなくなる。共同体とかそういうものがないとね。それからあの日本の古典のねいろんなものがありますけど、万葉集から始まって生きる喜びや悲しみや無常やね物の哀れというもののそういう中に我々がみんなで生きてるというね、ということ自体がすっかり平成の時代からね失われて、平成に生きる人たち今平成で生まれた人、まあ、40や50、まあ、ちょっとあなたも含めてね、その人たちは本当にかわいそうだね時代を生きてるんじゃないかっていうね。物心ついてからほとんど平成でしょ。物心ついてから平成、ね、あ平成30年でしょ今。そう30年プラス5年でしょ、うん、はいはい、令和のね、35で40いくつの人たちはね、うんうん、10歳10、ね、あれになるからだいたい思春期15歳としたらね、うん、というような感じがね、確かにやっぱり日本の中でね、そういうの感じたんですけどね。だからこの30年の中で私たちがもう一回ね取り戻すのはやっぱりね、日本の中の古典とかね、こういうところの中にあの単なる具体的な文章じゃないんですよ。あの今言ったようにそのね、よくねこれ昔小林秀夫なんかも言ってたんだけど、
自然主義文学ってあるじゃない、田山かたいの、ね、あの教え子を好きになってね参っちゃったっていう、ね、ね、布団みたいなのあるじゃない。でも我々が見たらそれがどうしたっていうね、それぶちまけてね、俺はこんな悪いやつなんだよとかね、あの恥ずかしいやつだって、それがどうしたっていうね、そこから出発だろうというような自然主義文学というね、自己告白型というかね、自己告発型というのは偽善をどうしても感じてしまう、でそういうね、もっとじゃあ「源氏物語」とか見てね、いろんなものあるじゃないですか、江戸の下作まで含めて、こういうものを見た時、そんないい加減なことでね、ね、あのだからあの一見ね、政治的なものとかそういう自己告白的なものというのはね、面白く見えるかもわからないけど、でももうそういうね、あのそういうものを踏まえてじゃあどうするっていうね、いうことが大事でね、だから日本の小説とか自然式文学っていうのの限界っていうね、あのだからこうよくバルザックとかね、ゾラとか、そういう自然主義文学と日本の自然主義文学が違うっていうね、人の在り方、社会の在り方まで取り込んだそういう小説が今日本の中に出ていないんですよ。今私はこう感じた、こういうふうに辛かった、嬉しかったね、それがどうした、共感とかそういうのは一部はねあるかも分かんないけど、何もない、ただねというそういうね、薄っぺらな世界が今我々の中に、氷をたる世界がね、あの目の前に広がってるんじゃないかっていうね、気もするんですけどね。そうですね、なんかこう情緒みたいなところ、はい、なんかこう、うん、そういうなんかこう行間の中のなんかこう、うん、読む楽しみのね、はい、置きか、なんか自分に置き換えてじんわりこう考えながら読めるっていう、なんかそのそういうのがな、そういう小説がないよね、はい、すごく今は減ってしまったかな、うん、昔の小説ってすごく逆にいいなって、そういうのがあるよね、だから心理描写をしたからいいっていうんじゃなくて、うん、そこの例えば長井家風のね、うん、あれで言うと、それはその登場人物のね、そういう毎週やってる女の在り方、あるいはでもそれ以上に、あそこの色町のね、ね、そういう今言った情緒、そういう描写、人々がそこで生きて暮らして死んでいく、そういうものをちゃんと感じられる、こういう小説がねないというかね、だからあの本当に批評みたいな小説多いんだよ、社会批判的なものとかね、小説書してね、そうですね、あともう分かりやすいっていうか、なんかこうそんなものをねもうそんなものしか提供できないし、そんなものしか受け入れられなくなってきてる、やっぱり我々の日本人国民のね、知的なレベルというか、政治家を見てるとよく分かるんだけどね、人の心が分からない政治っていうのはね、そういうとこからも生まれてるっていうね、ますますそういうものが強まっていくと思いますけど、はい、というね、でもいい本を読みましょう、そうですね、いい本をね、はい、というようなことで読書のおすすめでございました。秋の秋ですからね、間もなくね、はい、はい、ということで以上です、ありがとうございました。